あなたの名前は？今日はコーヒートークやっていきます。私はテオである。どうしようかな。よし、始めます。まずオプション、適当速度は普通でいいな。もういきなり、いきなり実績来ました。種族。エルフ、ドワーフ、オーク、人間。なんでしょう、コーヒートークなんですけどね、オークとかエルフとかいるのか。なんかゲーム内の物語のことなんでしょうか。なんだろう、絵は荒いんですけど、結構トリプルショットエスプレッソ、よっぽど濃い味なんですかね。トリプルだから3回入れればいいのか。ミルク、コーヒー、ミルクいらないか。抹茶。トリプルだからコーヒーを入れまくる。多分これで合ってんじゃないか。ちょっと説明もあんまないかわかんないですけどね。あ、よかったみたいですね。小説。いや、しかしこのゲーム、すごい雰囲気いいですね。絵は荒いんですけど、非常になんか色味というか、あ、これプレイヤーじゃなくてプレイヤーって書いてあるんですね。小説を書いてるのか。お、誰か来た。あ、あ、
のがありません。僕ね、あのね、本当にリアルに角が生えてる人を見たことがあるんですよ。まあコスプレなのかもしれないですけどね。ココアミルク、ミルクココア、どうぞ。ひろゆきも言ってたんですけど、結局カフェって500円ぐらいでコーヒーとかカフェオレとか出すわけですけど、カフェラテとか、もう1時間でもずっと座っているから。お、誰か来た。1時間でも座ってるから結局お金にならないんですよね。抹茶ミルク、ラテアート、おお、すげえ。エッチング？ああ、はいはい。突っ張りオンエアをね。そしてはよくできた感じがしますね。あ、こういうのも見れるんだ。あ、これでメニュー見れるんだ。あ、未発見もある。
エルフなんて持ったのか。あ、左がエルフか。右がオーク。だけど、そういえば、スカイリムって、オークいないんでしたっけ？面白いですね。なんか独特の世界観があるって感じですね。理想のカップル、ここで待ち合わせたんですね。しぞ。あれ、さっきもこの人に抹茶ラテあげなかった？ああ。はい、これで。あ、まだいたのか。早く店辞めるとか、勝手なことなかなかできないですよね。Google マップでも営業中とか書かれるから、9月23日。本当に現代なんですね。というわけで、一日終わったんで、これで実況も終わりということで、非常に面白いゲームでした。それでは。